女の人は何度も隆の姉だって言ってて私たちは知らないと答える。そこでうちの子が障害を抱えてるからって知らないふりをしてるこの野郎みたいなことを言っててわけがわからないけど、あまりにも情緒不安定で言ってることも尻滅裂。何より子供を知らない人の家に置いてきぼりにしようとしたというので捕まえるまではいかないものの、保護という形で連れて行かれた。子供は家族が迎えに来たるそうだと聞いて、私たちももうへそへそで、とりあえずあとは警察に任して家に戻ることになった。一応念書みたいなのも書かされた。それでその日は終わり。それから次の日、いろいろあっても会社に行ってた私のところに電話が来る。出たら妹だった。開口一番に、たかしがお姉ちゃんに会いたいって何かやったの？ここでたかしが誰だか知った私。名前とかいつも彼氏くんって呼んでたから忘れていたんだ。本気で。そして一応昨日の件もあるし、仕事終わったら外で会うことにした。我が家だとさすがにあれだったので、そんでたかしと妹と、なぜか姉貴二人も来てて、何やら重たい雰囲気で来る。関係ないけど、うちは四人姉妹。そして一番上の姉貴にさらっと説明を受ける。いつの間にか次女が長女に連絡してて、長女が何やらいろいろと考えて、たかしくんの名前を聞いたあたりから目処がついてたそうで、まさに開いた口が塞がらないという内容だった。たかしくん仮名は三人兄弟の末っ子なのだそうで、長女はすでに結婚、子供も最近二人目が生まれたのだそうだ。そしてその人こそが前日うちに子供を置いていった女の人。子供は長男が重度のあれで、前々からノイローゼ気味だったらしい。そういった経緯からなのかは知らないが、旦那さんはどこぞの女と不倫して逃げてしまったらしく、お姉さんはどん底まで落ちて、ここ数ヶ月かなりおかしな状況だったらしい。そして家に帰るたびに子供に怒鳴り立てたり泣いたりと、忙しい疲れている姉に、たかしくんは自分の恋人の姉のことを思い出し、彼女のお姉さんがぜひ引き取りたい言ってたから、ちょっと話し合ってみなよみたいなことを言ったらしい。そしてご丁寧に私の家まで何度か車で来ていて、あそこの家だよと教えてたらしい。なんでたかしくんが私の家を知っているのかというと、私は何回か迎えに来てもらって、みんなでご飯食べたりとかしたから、どん時はそんな子だとは思わなかった。今時の子だなって感じで、ちょっと話が噛み合わないけど良い子だと思ってた。ここまで聞いてやっと声が出た私は、なんで私なのって、泣きたいのか怒りたいのかわからない震えた声で聞いたような気はする。だってお姉さん気持ち悪い生き物が好きだって言ってたから。もうね、情けなさと悲しさと、あと彼があまりにも哀れで泣いてしまったよ。彼は爬虫類とか両生類とかムカデとかヤスデとかゴキブリとか好きなんだから、きっと自分の甥っ子も可愛いって言うはずだって本気で思ってたんだと。彼はどうしてそんなに私が泣いてるのかわからないというような反応で、妹は妹で憤慨して彼氏に謝らせようとするし、長女はどっかに電話してるし、次女は妹を抑えながら彼氏に罵声を浴びせるしで、かなりカオスな雰囲気になったところでお開き。時間にして15分とかからなかったと思うけど、すごく長く感じた。近隣の方に迷惑をかけてしまったので、その日は両隣の人と大家さんに、お菓子買わなきゃとか謝らなきゃとかなとか、使えない頭で考えて、すぐに家に帰らないでその辺うろうろしてた。でもしばらくすると、あの日会ったお姉さんのこととか子供たちのこと考えて、やっぱり泣けてきてしまって、その日からちょっと落ち込んでしまって、しばらく眠れなくなった。それから
だいぶ日にちが経過して、後日たかしくんのお母様から謝礼とお菓子をいただくことになった。姉たちも同伴するって言ってたけど、なんか申し訳なくて一人で話してきた。難しい話もされたけど、私はどうにも早く忘れたいのと、今日畳まれないというので、今後一切関係は持たない、今日限りで終わりにしたいと言ったら、すんごい謝られて、いい機会だったので。その後のお姉さんとたかしくんのことを聞いたら、たかしくんは妹に振られたらしく、お姉さんは一時的に入院していたみたいだけど、退院して家にこもりっきりらしい。子供はお母様とお父様が面倒を見てるようだけど、最後に本当に本当に申し訳ありませんでしたって頭めっちゃ深く下げられて、また私も落ち込んでしまい、しばらくご飯を食べれなかった。なんだかこうして話すと怖い話というか不安になってきた。怖いというか恐ろしく感じたんだよ。虫とか飼ってるとそう思われるのかとか。虫とちょっとおかしな子供を、しかも自分の甥っ子を気持ち悪い生き物として一括りにしている彼に、そしてそれを引き取りたいって言われて簡単に渡そうとしてくるお母さんが、すごく怖かったんだ。自分にはない感覚の人と出会ってくることは社会人になってからたくさんあったけど、こんな風にどこかネジが外れてる人は初めてだったから。でもとりあえず私の話は終わり、一応現在進行形と書いたので、話すとまだ姉と妹の方でいろいろとあったりする。いろいろとおかしな点もあるだろうけど許してほしい。後打足だけど、人と違う面があるからってその人を短絡的に見てはいけない。どんな風に話そうとも、どんなものを好きでも出会っても、それはその人の一面だけで全てじゃないっていうのを覚えておいてほしい。私は今回それを学んだよ。これを読んでくれた皆さんも気をつけてください。